2024年3月20日、11時15分。まあ、老朽化した建物の解体だとか、まあ、金属回収地点ということで、家屋の解体に力を入れなければならないっていうことになってくるんですけども、とりあえず解体して木材とか、まだかまど発電ができてないところはそこに置いといてくれたらいいですから、とにかく進めなきゃならないっていうことで、まあ、こう、ジョーブログさんっていうところを、こちらの方で、いろんなところの地点、撮影して回ってくれてるんですけども、こういうところとアクセスしたときに、今までのパターンで言うと、髪の毛染めた人間が、何かごちゃごちゃ言いに来たりだとか、春山整骨院に人が集まってきたりだとか、まあそういうふうな、日々でした。で、今どういう状態かって言ったら、まああんまり車が止まっていない。で、時間と経過とともに後で、その様子を見てみましょう。で、これ僕もね、自分のホームページからアクセスできるようにしておいた方が、せっかく取材というか、周りのね、景色撮影しに行ってくれたんで、こういうのを、しっかりと活用しなかったらね、何のために撮影しに行ったのかっていうのが、全くわからない。こういうことになってしまいますので、まあ、あとは、なぜ建築業界の人たちはね、もう家作りすぎてますから、もう解体。で、あとは、かまど発電を各学校に設置したりだとか、まあ、基本的に防災拠点ですから、学校が。だから、能登半島を見てもらったらわかる通り、瓦礫の解体、大半が木材の家屋だったじゃないですか。で、まあ、学校にかまど発電があれば、暖を得れていた。で、さらに言うと、発電もできていた。まあ、学校の範囲だけでも、それだけでも随分と、助かっていたと思います。だから、そういうような設備っていうのをしっかりと整えていかなければならない。で、枯れてるだけとか山の中とかだけを想像する人たちが多いんですけども、家屋解体しなきゃならないとこ結構あるんですよ。で、まあ、何回も言いますけども、こういうふうなね、封筒が送られてくるわけじゃないですか。で、こういうふうなところの、まあ、こういう、まあ、プラスチックというか、まあ、こういうふうなビニールの部分を、取り除いて、燃えやすいものは燃えやすいもので、すべて、残しておいて、春から秋にかけて。で、冬場になったら、使用したらいいんですよ。一人で考えるからおかしくなるんです。学校のその周辺の住民全員です。それを半年間。そしたら結構な火種になります。あとはもうそれにマッチつけたらいい。それプラス倒木とかに、着火させていけばいい。あとは風を送ってと。それがまあ全体的な仕組みですね。あとはバイオマス発電とかですね。できてないことが多すぎます。バイオマス発電を早く作っておかなければならなかった。バイオマス発電とは汚泥プラス生ゴミだけで、メタンガスを発生させる。要するにほとんど貯蔵タンクですよ、作るもので。そのメタンを抽出してっていう装置ですね。で、まあ、ある程度の量を貯めておくと、全てが発電所になるわけじゃないですよ。だから、メタンガスはある程度そんなにすごいペースで、生成できるわけじゃないですから。その辺は僕のホームページ見てください。ホームページ、淡井圭介の履歴。まあ、各目次のところから見ていただいたら結構かと思います。まあ、先ほどから、ジョーブログさんの方のものを見てるんですけども、それ見たらね、やっぱり晴れ山整骨院に、ほら、車が集まってくる。髪の毛染めてる人間の動画見ただけで自分たちが金稼ぎしていいと。何か、変なね、法律以外のルールをずっと使ってる。もうこの建物は2003年に、建物1回解体されてますから。今度は入り口2つ作らなあかんとか、わけのわかんないこと言ってましたから。これが医療業界の実態。何かもう法律以外のおかしな理由いっぱいつけて、判例に背いたらまず即逮捕。法律では本当にそうなってるから。まあ、もうあいつらがもう電波組や。ね、動画、いろいろ探したりしてるんですけども、関わり合いますとか、なんかわけのわからんこと言って、喧嘩売ってきてますね、調子連中。お前ら、淡井圭介とその関係者に関わろうとすんな。お前らのことや。春山整骨院におるやつらや。天気気温見てみろ。真冬やぞ。
皇室もほったらかしにしとうからや。それも一番の原因の一つや。でお前らもずっと悪いことしすぎや。エネルギーの残存量問題やってずっと言うと、余計なことすんな。お前らの金稼ぎのために世の中あるんとちゃうの。医療業界の奴らのためにな、議員の医療業界の連中も全員下ろさなあかんねん。建築業界の次は医療業界、もう告発されとやろ。建築業界の議員、刑事事件や。お前らはその次あたりや。まあ一応負けとか言ってますね。何回絡んでくるかわからんから。今雪が降ってるんですけども、まあ一応動画エクスポートしてるから、先もっと雪降ってたんですよね。同じ日付でしょ、10分ぐらい前で。かなり雪が降っていて、まあ下地面見てもらったら分かる通り、もうああいうような状態で、これね、一応どういうふうなことか簡単に説明しておきますね。法律で、世の中は動いている。で、コンピューターの管理がある。スーパーコンピューター、政府学、人の思いなどもある。天の神様やあの世の人たち、そちらの世界の人たちの嘆きとかもある。で、またコンピューター頼りにしていて、そこまで言うんだったらいいことが言ってる男性の声が聞こえてるんですけども、それで一応、雪はちょっとは、軽減はされてるように、見えてるだけで、それ本当のことばらされたら、またその辺歩き回るだけ、鬱陶しいだけ、意味ないの、そういうことしても。逆、エネルギーの残存量問題だから、余計な移動をしちゃダメなの。僕より年配の方だと思います。だけどその人の方が分かってないから、分かってる人は注意したらいいの。分かってるつもりになってる連中は多すぎるだけなんです。で、天の神様へのお祈りとかは、まあ、基本的には天皇陛下などのお仕事という形にはなってくるんですけども、神社庁の傘下で神社やお寺があって作りすぎたんです。もういいんです。もう今は立派なところだけでいいんです。中途半端なところみんなお参りとか行かないから。いや、山の中にいっぱいあるんですよ。だからそれは昨日ね、まあ、ジョーブログさんっていうところにアクセスできるようにして、まあ今日もそれさっき制作してたじゃないですか。確認してね、何分から何分までのところが、建物ね、解体して金属回収地点だとかね。だからその未来からの時間軸の僕の考えている内容とか現場にいる、まあ彼に伝わってますから。で、まあそういうことを昔テレビでもそういうふうなことを言ってたような気もするんですけど、僕の方でね。で、まあそれはともかく、しなければならないことが何かっていうのははっきりと分かっている以上、それに向かって対応すると。で、まあ、天皇陛下の下で、裁判所があるでしょ。で、最高裁判所の長、一番最高裁判所偉い人が、天皇陛下からの任命なんですよ。これが三権分立です。あとは内閣と他の国会議員。だ過半数を、自民党プラス公明党で占めてしまうと、三権分立じゃなくて2対1になっちゃうんです。で、かといって、じゃあ、佳子さまが淡井圭介のところに会いに来て解決しようとしてるかって言ったらしていない。それ、横を通り過ぎてごまかしてるだけだから、淡井圭介は実はここに来なきゃなんない。そんなものはもう、皇室の人たちとかの都合であって、世界全体の都合じゃなくて、国連でまとまってるんです。で、これは僕は、あの人たちとか、佳子さまとかのことは好きなんです。だけども、それと違う行動をされたら、やっぱり反発心も生まれるし、で、佳子さまも家では、ね、二十歳ぐらいの頃の、成年皇族としての記者会見の時に、家では導火線が短い方で、でも、やっぱり家族か、でも、ある程度口論になったりするものなんです。人間っていうものはそういうものなんです。で、こういう理由をしっかりと説明したら対応してくれることを私は信じて、こういうふうなことを述べてるんです。で、頑張ってるわけです。で、高校野球ってどうでしたっけ？春休み前から始まってません。ですよね。今、まあ、私の熱弁で雨に変わったところなんですけども。佳子
様とかここに来たらいい、武田常康さんが補佐人とか参加人とかになって僕の裁判手伝ったらいい、株武田常康さん株買ってる、こんなに株高してね、バブル崩壊の頃よりも株価上がってんのよ、世界中で人口縮小してんのに、でスポーツだのなんだろうってお金吸ってる連中が、権限持ってる議員さんとかオリンピックとか拡大してきた連中がね、アフリカの方とか人口すごい増えてるでしょ、先進諸国一応人口少子化進んでるんですよ、海外からの死亡届とか回ってきてるから、で生まれてきてる人の数もちゃんと出てきてるから、でずーっと僕より生まれてくる前から人口縮小してます、1970年前から。でなぜアフリカとかでそうなってしまったかって言ったら、後から発展してきた方だから、陸続きだから二重国籍三重国籍の人が増えて人口増加ってわけわかんないこと言ってるんですよ。じゃあエネルギーの節約ができるんじゃないかって考えている人は、そうじゃなくてそういう状況なのにエネルギーの消費はずっと増えてるって私は言ってるんですよ。ガソリンの消費量1年間の世界中の数字はきっちりと出てるんです。もういいから言われた通りにしなさいっていうことなんですよ。こういうことです。だから私の言ってることをまずしっかりと信じること。で、ただ、国の方が勢力大きいから、私の方にも限界はあるって、そういうことです。国の方も、わかった、わかった、君の言うことはもっともだっていうことで動いてくれて、岸田さんも一応、ある程度、ちゃんと僕はね、法人で税率課税だって言ってるんですよ。それは、純利益がしっかり出てるところ。トヨタが車をたくさん作りすぎてる。で、車を作らなかったらいいの。電車バス徒歩で日本人の 99% 以上の人は絶対移動できる。通勤も含めて。みんながそれしたら、駅からのバスの本数が増えてもっと便利になる。考えてることが逆。作るときにもエネルギーものすごい消費するから。もうガソリン車の販売なんか今年の4月から停止して、で、電気自動車の補助金もなしにしたらいいの。そしたら、高いっていうことが分かって、バッテリーの資源がどうこうみたいな話をテレビでずっと放送しておいて、電車乗ったらいいだけやったんやんって。それに気がつくから。世界中、もうで、どこの世界中、もう昔の戦争のニュースとかでごまかしよう。多分それも入ってる。で、どこの国も鉄道は敷いています。ほとんどの国はそう。あんまり小さい国とかは、それはないところはありますよ。とんでもなく小さいところあるんです。まあ、なんとか広告とかヨーロッパのそう。どっからお金湧いて出てきてんの？もう海外の撮影とかのその廃墟の地点とかもアクセスできるように今始めていて、もう今とりあえず今もう日本国内の情報ブログと、あとその複合施設でもうガラガラ廃墟になって、あんなもん20年以上前からやから、作らんでええもん、ずっと建築業界を作っていて、何サボっていたかって言ったら建物を解体した後、そこにコンクリートとか土壁とかその置いといたらいい、新しく建てちゃうから、金属とかを回収してくれたらいい。あと木材もそこに置いといてくれたらいい。で、学校にかまど発電とか整備された時に、その冬場にその木材とかを燃やしてかまど発電したらいいの。で、冬場の暖はそれで得ると。学校がね。で、まあ、解体した建物とかだけじゃないですかね。こういういらない紙とか、近隣の全世帯、春から秋まで溜め込んどいて、あと冬の分も。ね。学校で使用して、それを種火にして木材に火つけたらいいんです。だからマッチがあったらいいんです。だから花火も禁止。花火でマッチのする火薬が作れるんだから。いらない花火なんかアホはするもの。昔から言ってる。もうそれ1980年代ぐらいの頃に気づいてるの。ほとんどの人は。テレビで一回そういう方な放送してたの。だけども、テレビの出てる連中があんまりにも低レベルになりすぎて、こんな社会になったの。どこの誰がそうしたかって言ったら、大学生。大卒ほど税金への食らいつきが激しかったっていうことになるから。会社入ってから仕事を覚えるのは。実際してみなかったらみんなわからないから。どういうふうなものなのかって。ただ、皇室の公務に関しても、これはいらないっていうものははっきり分かっているのは私は述べてます。それに対しての協力は皇室からもいられない。日本が
が率先してそれを行ったら世界からの評価は上がる。日本素晴らしいって。しっかりしてくれてるって。だから君はどう生きるかという題名でスタジオジブリさんに映画を作っていただいて、アメリカも分かったっていうことで、アカデミー賞は日本の君はどう生きるか。各自の責任。以上です。本当はあの竹田つねやさん、助けてくださいね。もうこれ、僕の言ってる内容を聞いて、いつまでたっても助ける人か助けない人なのか判断してもらったらいいです。